はい、どうもご視聴ありがとうございます。ベルと申します。今回ね、また弾いてみた動画とかをちょくちょく上げさせていただいてるんですけど、コメントでね、タブ譜ありませんかとか、タブ譜くださいみたいなコメントをよくいただくんですね。で、俺タブ譜ね、あんま使ったことないんですよね。書いたこともないんで、で、せっかくコメントいただいたのに何もお返しできてない状態で、申し訳ないなと思ってるんで、せっかくなんで、耳コピね。耳コピーできちゃえば、正直タブ譜とか、まあ買ってお金消費するとかないんで、このやり方をね、まあその代わりにといったらなんですけど、せっかくコメントいただいた方のお返事になればいいなと思ってるんですけど、で、耳コピーなんですけど、割と、なんか慣れちゃえば簡単なんですよね。なんで、まあその、俺流といいますか、ペルなりのやり方をご紹介したいなと思います。で、まあ大きく分けて 3つに、まあ分けられるんですけど、一番初め、まあ曲を覚えるところですね。曲を覚える。まあ主に構成。まあ、この曲、イントロがあって、A メロがあって、B メロがあって、サビがあってみたいな。これがまあ普通の流れですけど、まあ結構最近違うやつとかも増えてたりするんで、まあその曲をまあ覚える、曲の構成を覚えるところが大事ですね。で、この2個目、これが大事なんですけど、そのコピーするフレーズ、まあ構成ごとにやっていくんですけど、まずイントロから、A メロからみたいな感じで、で、そのフレーズ、ベースをコピーするのはベース、ギターであればギターのベースライン、まず歌えるようにしてください。なんでフレーズを歌うってところが2つ目ですね。まあこれ例えば今なんか曲を流そうかなと思うんですけど、はい、いきます。音でけよ。はい、まあこういう普通の、まあ、これ、ししゃもさんのバンドマンっていう曲なんですけど、これ、ししゃも何気に好きなんですよ。で、バンドマン向けに今、ミニコピーをね、紹介するということで、バンドマンっていう曲をやろうかなと思ったんですけど、これ、イントロ、だいぶ特徴的ですよね。じゃあ、もう一回ね。ベース、ここから入っていきます。まあ、みたいなフレーズがあったとしましょう。で、イントロ。で、レッツ、デレッツ、トゥルル、トゥルツ、トゥデレッツ、トゥルツ、デレッツ、トゥルルル、みたいな感じのフレーズがあったと思うんですよ。まあ、はじめこんな感じの鼻歌で構いません。全部、もう細かくコピーするんじゃなくて、大体コピーしていただいて、デレッツ、デレッツ、トゥルツ、トゥをベースで弾きます。ほんで、曲はなるべく流さないでください。覚えたフレーズ、歌えるフレーズを頭に残して、それをコピーするのが一番、やりやすいかなと。で、ダダツタなんで、まあ音を探していきますよね。1個目、ダダダダダ、これですね。ダダで、まあダダトゥルトゥで下がっていってるんで、下がっていけばいいですね。トゥルストゥルストゥルトゥルストゥルトゥルみたいな。トゥルトゥルで違うな。トゥルトゥルトゥルトゥトゥルトゥルルトゥルストゥルストゥルで登ってたかな、ドゥルツドゥルドゥみたいな。こんぐらいで構いません、初めは。で、まあもう一回合ってっかなと思って聞いてみますよと。まあ大体合ってますよね。こんな感じでやってって、まあ大体のそのイントロならイントロこんな感じ、 A メロなら A メロこんな感じ、 B メロがあったら B メロこんな感じで大体でコピーしていきます。でそれが2つ目で、曲1曲全部丸々やってください。その後で、まあ3番目として細かい修正が入ってくるんですね。で今のイントロのとこもう一回聞きますけど、もうあんな簡単じゃなかったんですよ。デレッツデレッドゥルルじゃなくて、もっと細かくデレッデルリバー、なんかその細かいフレーズがね
あったんで、それを細かく今度はやっていきます。デレデル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 デみたいな感じですか。デレデデリデデレデデリデルデル、まあちょっと違うけど、まあ、こんなフレーズがあったので、これを今度はこのと細かにやっていきます。デレデル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 とかもこういうフレーズがあったりするんで、この細かいところを最後に全部やってって、まあ正直やらなくてもベーシスト以外ベースのフレーズは分かりません。聞いてる人にあんま違うように聞こえないんで、やんなくてもいいです。ただ完璧にコピーするんであれば、ちょっとずつその細かいフレーズを一個一個やっていくと。まあ他にもこの曲だと、例えば2番の A メロのノリが変わったりとか、リズムが違うね、コードは一緒なんですけどリズムが違うとか結構あったりするんで、そういうのを3段階目でやってみるっていう風にやると結構ミニコピーってやりやすいと思うんですね。大きく分けて3つです。また言います。曲を覚える、まあ、構成を覚える、フレーズを歌で、細かい修正をしていく、この3つを覚えていただければ耳コピーって割と簡単にできるんだなと思っていただけるかなと思います。はい、こんな感じでコメントいただいた方ありがとうございました。ぜひやってみてくださいと。でね、またなんかそのこれなんかどうしたらいいんですかとか、ベースで、まあ、私のできる範囲ですけどお答えしたいと思うので、なんかコメントにそういうのをいただければ幸いでございます。最後までご視聴ありがとうございました。ベルでした。